今回のチャルロスだえ。ヘルメット取って大丈夫だえ。汁が出てきてるえ。私は一向に構わん。頑張ろうな、もういいよ。店の出口まで15メートル。問題ない。終了お願いしますえ。はい。え、マリオも、マリオもチャルロスさんなの？いつみ。すげえ。ママミア。ブン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 。すげえ。すごいか。何でもなれるんだチャルロスさん。そうだえな、七変化だえチャルロスの。チャルロス七変化すか。待って、おひげちゃんとくるんってしてる。そうだえ、ちゃんとおひげもちゃんとしてるんだえ。ママミーや。似てる。そうね、今日は一人一人へか、コロモちゃん。今日今一人なの。ワンオペかえ。ワンオペだよ、偉い。大丈夫かえ、偉いやね。大丈夫だよ、ちょっと寂しいけど。こいつお客さん来てくれて嬉しい。あ、そうかえ。うん。あ、こんにちは。すごい。ハンマー裕次郎とマリオのコラボだ。ママミーや。It's me! ブンブンブン。そんなジャンプがあんということもあろうか。なんだこのコラボ。キノコを食っているのか。Yes! あんな色のキノコが体にいいあろうことがない。ママミーや。和食にはその寛容さが必要だ。強くなりたくば食らえ。寝てる間も暗い。オッケー、本物だ。うわ、渋い。そして、あれ、女の名前なんだっけ。小杖。あ、そして、小杖という女。お前も、食われても食い足りぬ女になれ。おほほ。え、チャルロスさん、なんでもなれんだ、すごい。いちいち。まったく中国4000年の歴史が泣いて笑えるな。すげー。このコスプレあげます。いい。俺のはあれなんで、芸人さんのガリレコ。そう、ガリレコのハンマー裕次郎。ガリレコのチャル。ムニーのやつだよ。俺の子を産め。じゃあ行ってくれ。ありがとうだ。ありがとうございました。またね。またな。ママミーや。It's me! It's me? It's me! 誰だ。 It's me, Mario! ちょっと危ねえな、ちょっと危ねえな、それ。ちょっとあんまり私の視界に入れたらまずいか。ママミーや。誰だ。 It's me! めちゃくちゃクラクションプープープーってやれなかった今。チョコ背負ってんな。挨拶です。挨拶。はい。誰だ。 It's me! 知らん顔だな。ブン危ないな。It's me! It's me! It's me! よく見たら分かりそうだな。分かった。誰か。そうだえ、大当たりだえ。煽られたんかと思って。挨拶だえ。プププってやるのが好きなんだよ、わち。うちのところの島だから煽られたんかと思った。煽りじゃないえ。マリオのコスプレして歩いてるだけだえ。市民だったらさらってやろうかと思ったよ。怖いえ。怖いのは当たり前だえ。怖いえ。当たり前だえ。ギャングだえ。確かにそうだえ。わち以外にはやるえ。ああ、チャルロスにはやったらダメだえ。まあ、たまに。チャルロス。たまに。チャルロス、ヘルメット取って大丈夫だい。あ、これやってるときは大丈夫だい。ああ、そう、今肘が危ない。いや、そう、そう、危ないんだい。いや、今新しいネタを発明したから、それのネタの仕込みに行くえ。ああ、そうなんだ。うん。でもあの、チャルロスはあの、あれ被ってないと肘がどうなるんだ。あ、ブツブツがいっぱいできるよ、本当に。ブツブツが。ブツブツができるの。そう、ブツブツが。それ被った方がいいえ。いや、もうブツブツを受け入れてモノマネするんだよ今。あー、なるほど。そうだよ、もう今肘からなんかもうやばいや、汁が出てきてるえ。
ちょっとリアルだね。そう、そういう感じのブツブツだい。ああ、そういう感じの。痒いだけのじゃなくて、もうちょっと潰れちゃうやつ。潰れちゃうタイプだ。そうだい。被った方がいいよ。そうだい。ごめんなさいね、チャルロス。あ、大丈夫だい。ドドババイ銀行、またバイバイだい。スプレー楽しみにしてますわ。わかったい。よし、仕込みに行くえ。あった。え、赤着てるよね、あいつって。あいつって何色着てる？黒？赤着てるイメージあったんだけど。あとは髪の毛でいいのがあればもう完璧よ。三つ編みじゃないけど、まあでもでも、うわ、でもまあ候補あった。ちょ、レッツちょうだい。誰か、レッツ。私は一向に構わん。よろしくお願いします。またね。顔の大きさで分かった。よろしくお願いします。絶対顔の大きさ。壊れていますか？見てください。私は一向に構わん。一回じゃなきゃ壊れてました。ありがとう。中国4000年の歴史でも直せなかった。何のやつだこれ。ジェフさん、これ知ってますか？これ何？知ってますよ。何ですか？そこの子だったらバキは絶対通りますから。さっきやってたやつか。一時百戦万。気づけるのか、4001年目。羽山薫、うちもなんか聞いたことある。顔ちっちゃい人。いや、みんな顔ちっちゃい。バキ出てくる人なんか。羽山さんを知っているのか？もうその人しか知らない。半馬裕次郎は。半馬裕次郎。半馬裕次郎は分かる。王がいつか手合わせ願いたいものだ。ね、でもさ、チャルロスさん顔が全部チャルロスさんなんだもん。私は一向に構わん。請求書送りましたか？送りました。ありがとうございます。行ってらっしゃい。行ってきます。あ、お気をつけて。ハンマーバキ復活。ハンマーバキ復活。ラーメン買い行こうぜ。で、洗ってんだ。そうかそうか、汚いね。雨なんてね、結構帰らせました。わきおの好きなバナナ置いてあるぞ。バナナはイロンさんも来た。やばい。いらんけど。お前マジか。お前マジか。私は一向に構わん。いやいや、そう、会話したいです。なんか来たっす。会話したいです。4000年の歴史来たって。気づけるのか、このラーメンで中国4001年目を。ってまだ足ある時のやつ。まだ足ある時のやつか。まだね、獅子があるの。オーガを知らないか？オーガ知らないっすね。いや、ありがとうございます。お前の髪の毛に似ているんだ。はい、ありがとうね。確かに似てるかもしれないですね。すまない、ラーメンをくれ。一番言われちゃいけないやつに似てるかもしれないですね。ラーメンをくれ。普通のラーメンで。普通特製ラーメン。特製ラーメン何個ですか？あ、マジか、俺見てなかった。うん、硬さ選べたよ。10個で頼む。特製ラーメン10個。お客さんお好みは？全部マシマシ、濃いめ、固め、多めで。早足に三段活用いただきました。わきよ、わきよ、ちょっと15メートルか。水ない、ここ水ない、ここ水ない。15メートルなら問題ない。問題ない。15メートルなら問題ない。問題ない。問題あるのよ。今すぐ病院に連れてってやる。もういいいい、もうネタ見せじゃないんだから。ここやりますか？ちょっとやっていいですか？ちょっと一回渡しますね、海王さん。ありがとうございます。意味でやれよそれ。ここから店の出口まで15メートル。問題ない。普通のホームじゃ。問題ない。すいませんね、本当に。いやいや、いいっすね。ありがとうございます。でもなんかラーメンマンっぽいんだよな、普通に。なんかその言われてみたらそうなんだ。使いようよりもあまりにも顔が似ていない。名前と声だけで勝負するしかない。確かラーメンマンだ。あと動きだ。もちゃー。いいからいいから。いきますよ、ほら。やるなんすよ。よかったらバナナ1本持ってってくださいね、皆さん。ありがとうございました。持ってこう。どうやってバナナ、あ、本当だ。いただきます。ありがとうね。ありがとうございました。またね、来てくださいね。ありがとう。カヨさん、歩きます。問題ない。